シシュューゴは、日本のミュージシャンである、東京都出身。アコースティックギターを中心に様々な楽器や玩具などの非楽器を演奏し多重録音による実験的なポップミュージックを生み出すことで知られる2004年にニューヨークのインディーズレーベルミュージックリレイテッドより卓録により制作されたファーストアルバムナイトピースをリリース本アルバムは日本語歌詞であるにもかかわらず ワイヤー氏ローリングストーン氏などに取り上げられる。また、辛口なレビューで知られ、インディーシーに絶大な影響力を持つ音楽情報サイト、ピッチフォークのレビューにおいても8.6、10という大変な高評価を得る。2005年にセカンドアルバム、LST をリリース。翌年には、ヨーロッパやニュージーランドでも相次いでリリースされ、フランスとスペインと北欧を回る。 初のヨーロッパツアーを行った。2007年にサードアルバム、エグジットをリリース。本作は、ティーンエイジファンクラブのノーマンブレイクなど、海外のミュージシャンからも称賛され、商業的にも成功を収めた。2008年、富士ロックフェスティバル、都音楽祭、ナノムゲンフェスに出演。2009年、サマソニー、ロックインジャパンフェスティバル、朝霧ジャム、ラスキラーフェスティバルに出演。 同年、ニューズウィーク誌が特集した、世界が尊敬する、日本人100人に選出された。2010年4月、ホースアルバム、ポートエントロピーをリリース。全国13カ所でツアーを行い全公演が、即、ソールドアウト。NHK、トップランナーに出演。2011年には、ポートエントロピーを、米ポリバイナルレコーズよりリリース。ヨーロッパ、アジア、 オーストラリアなど海外ツアーの観光。自身が主催するトノフォンを立ち上げフェスを開催。フジロックフェスティバルホワイトステージに出演。2012年トノフォンより DVD トノフォンフェスティバルソロ2011をリリース。また、楽曲クラカがバンクーバーオリンピックのスポット広告オリンピックスピリットに起用されたほか、ソニー、無印良品、ケンゼミ、 森永製菓など国内外の多くの CM で既存の楽曲やオリジナル曲が使用されている。ライブ活動も盛んに行っており、ソロや特丸集合フロントに据えた5人のメンバーで様々な楽器を駆使した演奏を披露する。ゲラーズというロックバンドにも在籍。配信限定シングル。ありがとうございます。